まあ、そういった中で追いかける展開になっています。まあ、前回対戦は先制点が取れて、まあ、そこからスペースができたので結局 3-0 という戦いになったんだけれども、先制点が取れなかったら本当に小川抜けて松尾行く浮かしてゴール、追加点横浜 FC、 今季なかなか取れなかった複数得点きました。パスですね、松浦がボール受けて走り出した松尾ですよね、はい、ゴールキーパー出てきたところ少し浮かせて逆サイドへ、うん、シャドウの2人で取ったゴールですね、はい、素晴らしいゴールでしたね。まあ、動き出しのタイミング、それと、まあ、スペース。サッカーを愛する全ての皆様へ、Jリーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくためにJリーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。